界はそのありようを正しくしようともがき、それ自体が歪みに苦しんでいる。正しく平常な世界と全ての魂が一つの安定した状態に収まり、完全かつ普遍の存在へと昇華することだ。この扉は開かないようですね。他を探しましょう。ドラゴ、すなわち人の魂に等しく威風を与える存在こそが、この世界の襟を正そうとする修復機能の現れだ。人はその魂を絶対の力を持つ最低者ドラゴンに預けねばならない。目的の場所はすぐそこです。英語の苦痛を逃れ、真にあるべき魂の平定状態を求めるために滅びの裁定を受け入れねばならない。それは一見諦め無責任な委ねに思える。足元に気をつけて、骨を踏むと音が出ますから。一体何が起こる？あなたにお分かりになりますかね、学者殿。学者殿よ、これが答えです。全てを混沌に、全てに死を。さすがは各社さんってところですかね。さて、ちょいとこちらへ。やりました。この勝利、我らの力あってこそ。回復します、おばちゃん。各社様、エリシオンが逃げました。エリシオンは逃がしましたが、幹部の一人を抑えやしたよ。まずまずの収穫ですかね。いろいろと聞き出すこともできました。俺たちはちょっとした遊びだよ、こんなものは。最初から破壊だの救済だの信じてたわけじゃない、本当だ。とはいえ、このまま逃がすと面倒なことになりそうですね。アッシが各社と通じてるのもバレてしまう。待ってくれ、話が違う。まあ、お待たせします。
このクエストに詳しくなりました。クエストの知識を得ました。流れに逆らう不存であると。だが私は思うのだ。その方とで話が通じるわけではないと。判断はあなたにお任せします。各社様自身がご判断を。私に助言できることはありません。各社様自身がご判断を。そうだなあ各社よ。その手を血に染め、あなたの判断に私の口を挟もうと。ここは各社様の覚悟次第。どうかご決断を。我らは従います。滅びはもはや出場。ドラゴンの裁きを静かに待とうではないかな。判断はあなたにお任せします。さすがですね。いや、まったく。これでめでたく頼りになる仲間ができたってわけですな。というわけで、また何かあったら連絡しますよ。一緒に救済の連中を追い込んでやりましょうや。ねえ。